朝日峠道路起点朝日やトンネル朝日峠道路は、起点を北海道門別郡縁軽町生田原朝日や、終点をところ郡紗町技体制とする自動車専用道路、地域高規格道路縁軽北見道路の一部である。国道333号急道の朝日峠には、急勾配、急カーブが存在し、峠頂上の朝日トンネルは強小福音のため、 大型車のすれ違いが困難であるとともに4.0メートルの高さ制限があった。こうした、線形不良や強小腹員高さ制限等の解消、使用観光地へのアクセス向上などを目的として、1991年度に事業化され、1993年度に工事着手、2002年11月20日に開通した。現在は峠をバイパスする。 延長 3.5km の自動車専用道路となっているが、将来は旭川紋別自動車道と北海道、横断自動車道をつなぐ円軽北見道路の一部となる予定。2007年度には円軽側に隣接する区間で、生田原道路が事業化されている。トンネルのある区間は暫定に車線の対面通行であるため、上下線で一本のトンネルとなっている。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。